次はこのお店見てみようよ。キャンディー専門店？こんなお店がオープンしてたんだ。いろんな種類のキャンディーが売ってるわね。あ、このキャンディーすごいよ。宝石みたい。ジュエルカットの飴。本物の宝石と並んでても気づかないかも。やっぱり専門店は面白いものを扱ってるわね。あ、こんなのもあったよ。特大ペロキャン。本当に大きいな。みのりの顔が全部隠れそう。というか、うちわみたい。これは配信でも紹介してみたいわね。私、これは一日かけても食べきれない自信があるな。ここはキャラメルの専門店？あー、甘い匂いがする。美味しそう。そういえばホワイトデーの贈り物ってお菓子の種類ごとに意味があるのよね。二人は知ってた？あ、聞いたことがあります。確かキャンディーだとあなたが好きって意味があるんですよね。そうなんだ。他のお菓子にも意味があるの？例えばクッキーだとお友達でいようねで、キャラメルはあなたといると安心って感じでした。知らなかった。やっぱりそういうのもちゃんと考えた方がいいのかな。どうかしら。相手に喜んでもらえるものを渡すのが一番だとは思うけど、そういうメッセージも込められるんだって覚えておくと少し決めやすくなるかもしれないわね。そっか。メッセージか。焦らなくても大丈夫だよ。お店はたくさんあるんだし。そうね。いろんなお店を見ながら一緒に考えましょう。